保全管轄地域である、ムランジェ山森林保護区、ムランジェ山保全トラストは、マラウイにおける、環境保全トラストである。ムランジェ山保全トラストは、環境トラストであり、地球環境ファシリティを通じて、世界銀行から資金供給を受けている。この組織は、生物多様性の研究と保全、ムランジェ山森林保護区の維持と管理を、長期間にわたり確実に行うことを、 活動目的としている。ムランジェ山には非常に多種多様な動植物が生息する森林保護区があり、数多くの固有種や希少種の生息が確認されている。また、重要な水源地でもあり、9本の工場河川と10本の小川がこの地から生じている。1927年にイギリス保護領であったニアサランド政府は、主として 水源の確保と、この地域に固有の植物であり、マラウイの国樹でもあるムランジェ杉の伐採を管理するために、ムランジェ山とその森林を保護区として、指定を行った。このトラストは現在、ムランジェ及びパロンベの地域森林管理事務所を通じ、マラウイ政府の森林局と協力関係にある。なお、これらの組織と協力した活動を行うのは、地域社会の参加を得ることと、 資源利用者間で双方が最大の利益を得られるようにすることで森林保護区資源の管理を適切に行うためである。ありがとうございます。